ニバー広川流先生の新速技、新速技をお見せしたいと、はい、そういった企画でございます。だがナイフと一緒、はい、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうも、現代忍者タグです。明けましておめでとうございます。ニニピョンピョンということでね、はい、はい、ということでね、もういいですよ。もういいですか。こっち向いてください。ちょっと眩しくてフラッシュライトみたいになってますよ、前回ですね、うん、ヒロ渡辺先生に狩り、うん、狩りなのでね、ま、エクストエスクリーマー、はい、エスクリーマーを習いましたけど、はい、日本の武術って刀が強い人って実は体術も強かったり、武器と体術って実はつながってんだよね、うん、本来は、うん、今日なぜか現代格闘技になってからやたら、だから格闘技は格闘技だし武器は武器でみんな下手になっちゃった。格闘家にナイフ持たせたらナイフ持ってない方が強いもんね。強いのに、まあ、うん、ナイフ持たせたら弱くなったりするでしょ、うん、本当は日本の武術って合体してたの、うん、それこそ沖縄からでも山城先生おっしゃってますね、才があるから強くなる、はい、素手も強くなる、うん、ヒロ先生のにこの間教えてもらったやつの、うん、それの素手もあるってことなんで、獅子、うん、一体なわけですよね、うん、武器というものは。そう、はい、やっぱり先生の新速のやつを僕は習って、うん、やっぱアップルグレードしたい、うん、ワンパーセンター、大体1秒間で僕何発でしたか。6発ですね。6発ですね、うん、今広瀬先生それをもらえると大体8から9いける。さらに足も使う。それをね、どうしても今日先生にならたいということで、広渡辺先生の新速技、新速技をお見せしたいと、はい、そういった企画でございま す, ございます。じゃあ先生お呼びしましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。広瀬先生、はい、どう、あ、先生、髪切られたんじゃないですか、はい、さっぱりです、さっぱりしました、はい、ということでですね、カリエストリームは、学びましたけれども、原点回帰ということで先生から素手の、はい、都市を、まあ、学びたいな。日本では体術って言ってますけどね、はい、昔はどこの国の格闘技っていうか、まあ、西洋でもほら武器があったり、はい、で当然体術もあったわけで、昔から一緒くたの。要するに武器を使うときっていうのは体を動かすわけだから結局大切なんですよ、ね、でフィリピン武術の場合は武器が先にあって素手の技術に入ってます。今日先生だから教えていただけるのはフィリピンの技なんですか。パナントゥーカもしくはマノイマノ。マノイマノ、うん、マノ、マノって手、手にはアンド、と手と手、手と手、うん、マノマノっていう人もいるし、パナントゥーカンっていうのはフィリピンのボクシングで、パナンジャークマンとかシカランとか言われてるのはフィリピン式キックボクシング。当時マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシアっつってその貿易が盛んだったので武術の交流もあったわけですよ。そんな中で武器の交流、それから手技の交流、だからフィリピン式キックボクシングってムエタイにそっくりなんですよ。大国のシャムの時に中国から の, その戦略に対して使ったのがシャムボクシング。要するにムエボラン、南拳の技術も結構入ったりして、だからビルマ 今でいうミャンマーもビルマ式拳法っていうのがあって、俺ちょっとイノサンスで習ったんだけど、はい、バンドーって言うんだけど、それはやっぱ中国武術的な要素に入って、そういうのも全部フィリピンとかインドネシアに流れてる。そういった歴史があります。今日はじゃあまずフィリピン式ボクシング、あのマノイマノ、マノイマノとパナントゥーカン、パナントゥーカンを伝授するっていう、はい、教えていただきましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい。最新戦闘術を極めたアクション俳優とジークンドーを極めた暗殺者、ワンパーセンター。先生、今うちのキモジーが来てくださった。キモジーは風邪ひいて病み上がりでね、ぎっそりしてるから、はい、美味しいもん食べてください。ありがとうございます。そう、美味しいもん食べて寝てください、はい、寝てください、はい、ありがとうございます。はい、ということで、お願いします、はい。フィリピン人って小さいじゃない、はい、だから小さいんで高速の技を使うんですね。だけど高速でただ早くやったって意味ないんで、はい、ヒットポイントっていうのが急所、はい、だからナイフでも稲川先生から習ったのも、はい、そのやばい場所を作るでしょ、はい、高速でそういったウィークポイントを狙っていくっていうのがフィリピン武術の特徴なんですよ。で今日は例題として前回やったあのフォーカウント、はい、フォーカウント、はい、1、2、3、4のフォーカウントが対実になるとどうなるか、はい、っていうのをやりたいと思います。はい、タクチャンネル。じゃあ、右構えでなってて、こっちでそう来たやつがまず1ですね、はい、棒の1で棒で2っていうのがあって、でこれが軍手っていうのです。二の腕のここ
ここの急所、ここの急所にガンって入れる。これね、ナイフでリバース持った時に一気にこう切るんです。で、ナイフで刺して最後に切るんです、はい、それの容量と全くない。一緒で、うおうおはい、もう一度先生、ゆっくりお願いします。まず、1、2、3、4、またここ急所で、はい、で、これパンチ通常引くじゃないですか、ボクシング、はい、でも、ここ打たれたら引けないんですよ。あ、ここでショック、急所の神経回路のところを打ってるんで、おお、こうなるんですよ、はい、その瞬間にパーンって入れて、それでパホーン、はい、リアルスピードでやります、はい、はい、リアルスピードで、4カウント立てるのスピードと一緒でしょ。気持ちいい、大丈夫、ちょっとダメかもしれないですね。顔上げてみて、どんな感じ、顔見せて、顔見せて、ちょっとダメかもしれないですね。気持ちいいな、おいダメ、あの防塵、これ効かないと思ったんですけど、うん、効くんですよ。これは数々な衝撃に耐えてきた。あ、それ今日効いてるんだね。ちょっと効きますね、通常にスピードで打ったらこんな程度なんだけど、今度は股関節からこれの連動の軌道で打つと、なんぞなんぞ先生、私弟子として気づきました。素手でも骨を使って無限のマークになってませんか。今の当然水が流れるようになってます。水が流れるように、そう、だから力の漏れがない。ほんで最後に先生の力の流れの到達点を一撃のパンチになってるから、うん、足田のそれを貫いて痛いんだよ。しかも先生ね、 V 鍛錬されてるわけですから。そうです、そうやっぱ視聴者伝わるから、カチカチ。私もだけど、かすごいよ、タクちゃん。ちょっともらって、これだけよ。やったやったちょっと先生、なんちゅう硬さですか、先生。ちなみに先生、木とかでも V 鍛錬やられるわけですもんね。これでこう、一言だよ、これで。うわぁ。だから、ね、さっきの相関と、これやるわけです。はぁ。で、たまにこう、拳で。はぁ。で、こう、シパ。はぁ。これ、うん、公園でやっててね、うん、もうね、ボケ張ってるんちゃうかってなって。いやいや、ここまで強かったらそう思わない、ね、先生の V タリーやばいね。先生一回手もう一回作ってみてください。先生動かさないでくださいよ。先生動かさないですよあーダメこれ気失うわ。これ小指でしょ、うん、同じやって、はい、あーいやちょっと動かしてんじゃないですか。危ないですよ先生。ちょっとね、ちょっと小指一本、先生、小指一本なんだよ。小指一本だったらいいじゃん。小指一本でしょ。カーンカーンって、ここ先生、小指一本。危ない先生、優しすぎです。ちゃんと入れてあげてください。こっちに入れて、こうちゃんと入れてあげてください。うわっ、ほら、危ない、まあ、ここは使ってない。でもこの側面が全部これだから、だがナイフと一緒、はい、そうですね。それで刀のように使ったとしたら、はい、これ、はい、この急所、はい、ここ打つわけ、はい、で先生、最後その手刀みたいので入れるとどうなるんですか。何もつけてねえだろ俺、はい、うわ、はい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 どうしたんですか。つけてないんで、あ、足田良かったね。じゃあ、やみ上がりなんだよ、足田が。いや、だったら俺にそれ着させてくれよ。タクチャンネル。じゃあちょっと今先生に習ったやつで行かさせていただきますね。フォーカウントでこっち側がサバイト来て、これはだから、ね、危ないんでこれでいいっすよ。はい、ポンポン。でこう入れて、ここ入れて、でもうここから打ってる。この距離でいいんでしょ。はい、ほら。骨使うんで、この距離でいいんですよ。骨使わないとやっぱし、そうですね、こうボクシング的な、ね、だから骨使ってなんでこう揺れんなる、はい、どうぞってことですね。こっちからいてこれ入れてるんですね。そう、軍手を入れてこの骨使って、そう骨使うと、骨使うとね、俺もね、V ターンにしてなくてもね、骨使うとやっぱ刺さるんだよな、足田な。できるようになったら皆さんも分かります。稽古してできるようになったら、え、こんな破力出るんだって納得しますから、絶対に、トントントンでトン、それを
あのね、イメージ的には、はい、イメージシュワンって感じ位置ですね、もう本当位置なんだ、ね、シュワンっていう流れ位置って感じでやるとシュワンっていう流れ、はい、ここの軌道を随分教えたんで、はい、でそれ今年はもう今度は下半身、下半身股関節のキュッっていう動きのこの連動でずっと伝わってきて、それが羽まで来てバーンっていうのを僕は今たくさんに考えてるんで、そこまで流れができたらもういろんなパターンで、股関節、うん、すごい動いてる、あすごいすごいすごい、これが仙骨に入ってって、はい、で仙腸関節も起動して初めてここから割り身が発生する、はい、割り身は前回やったけど、あばら骨ね、ここで割るんじゃなくて、はい、ここで割るの、ここで割ってこの連動で背骨が全部回転してって、でこれをが割れるわけ、だからこっちフッと、でこれ刀で使う時の技術、だからこれはフィリピン武術にはない割り身とか沈み浮き身っていうのは日本と中国にしかない、本来なら歩き方から学ぶんですよこれは、はいはい、っていうのは歩き方がまずここの股関節から連動になるんですよ、それと引き上げる時に足を引き上げる時に、はい、ほらはいはいはい動いてません、はい動いてます、これで引き上げてって歩くんですよ、うんうん、なるほど、でこれね膝折らなくてもこれ、そうですね、だから鎖骨から足が入る、はい、それでスーそれでスーってやって間合いを取っちゃう、はあ本当は下から教えなきゃいけないんだけど、はい、タクさんほらウェーブもあれもある羽カゴを最初に教えたんだけど、今年はもう歩き方歩きで、その連動ができたらもっと速くなるし、スピードが出るってことはそれが衝撃につながる、こうして連動したら一本じゃないの軸って、はい、軸ってか側軸もあるし、前軸後ろ軸っていうのはそれを束ねたり離したりしていろんな使い方で動きに変化が出てくるの、それを消したり表したり、はいもうできんの、こういうのを全部含めたら映画のアクションに落とし込んで、うん、前代未聞のアクションになると思います、はい、そう信じてます、はい、あけど先生あれ教えてくださいよ、1234の手だけじゃなくて足と連動って、あ連動タクチャンネル、ミクシーにで3がこれ、はい、1234おおなんかが高架圏の無計客みたい ね、うん、あのいつ来るか全く見えなかった、ね、だからこれでね1234でも6、はいはい、これだけじゃないから交換といろんなパターンがあるんで、パッこれでも交換とかし、はい、1233でもいいし123345って入れても、はい、これフィリピン武術、あのカリエスクリマアニスではシパッシパッ、おもう一回お願いします、バーンって入れて、今ガンって入れて、シカダン、フィリピンボクシングシカダンも入れるとこうなるとか、あとこうこれでこれでこっち入った時にこっちかで、このごめんちょっとひもじいなんでね、ひもじい大丈夫、開けるね開けるね、うん、ひもじい、もう体力ゲージゼロに近いですあと今回しか残ってない、もう最後使ったのが最後こうして使った倒した時のあれはペンチャクシラット、ペンチャクシラット、猪野さん先生から習ったカリとシラットを合わせたカリシラットって、これでこう取って、これで我慢した時に、ね、でこっちにその輪っか、はあ、これはあのペンチャクシラットの技術、はいはいはい、狩りで入ってシラットで仕留める、先生、うん、あの聞くまでもないですけどやっぱ足の指も V ターンでされてるんですよ、今ここそうですね、今突き刺しましたよね、足田をほら今ね足の指でさ親指一本で立てる、親指でさ足田の今目ついてたよ、ほらジャンプもできるんだから、それはどのかだから一応さ、ひもじいにはさ、ええ、ネットとかさね、つけさせたけどさ、つ、うん、けてないところを狙うのが先生だから、うん、あまりこれ防具関係なかった、関係なかった、さっきから膝の裏をさ、結構ほけてたのよ、いやこれ関係ないじゃんみたいなね、じゃあつけてるから大丈夫だよ、うん、じゃないんだよね投資ですね、いや先生もうちょっとあのもうチャージ残ってる
あと 0.1% あと 0.1% です。だからフィリピン武術本当に実践的で面白いですね。アメリカの特殊部隊が採用してるぐらいやばいやつ、はい、面白い。じゃあそこに日本の古式の骨の使い方が入るとも最強になると、入れたんでさらにっていう感じですね。そういう風に受け取っていただければ。はい、タクチャンネル、タクちゃんいかがでしょうか。もう本当に最高でした、うん、全部今頭の中に入ったんで、はい、また修行して、あとはまた実地でね、はい、個人的に実地でどんどんやってますよ、はい、2024年の目標はまずカファニンからの連動で骨を起動させると。そうです、はい、よろしくお願いします。本当に去年のね自分よりもさらに今年磨きをかけてさらに最強と言われる男に頑張ります、はい、お願いします。頑張りましょう。はい、はいはい、じゃあね、ぜひもね、いろいろやっていきましょう。先生に世界各国の武術を学びながら強くなっていきましょうということで、はい、本当に先生はあの世界武術図鑑っていうものがあったら先生そのものだからね、全てを知ってるからね。でその全ても超一流なんで、そうそうそう、はい、歴史から全部調べてますんでね、本当にいろいろな世界各国のものをね、はい、これから教えていただいて、はい、さらにね骨を進化させていくということでね、はい、チャンネル登録の方をよろでね押しといて、はい、であのお待ちくださいということで、はい、長時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。